サーダグラス・ロバート・スチューアート・バーダーは、イギリス空軍の軍人で、第二次世界大戦中のエースパイロット。事故によって、両足を失ったが、義足を履いて戦い続けたパイロットとして知られる。1941年8月に、ドイツ軍の捕虜になるまでに公認戦火22、共同撃墜4、不確実6、撃破11の戦火を挙げた。RAF 認識番号26,151。 1928年にイギリス空軍に入隊し、1930年にパイロットとして配属された。1931年、極技飛行中の事故により、両足を切断。瀕死の重傷を負いながらも、奇跡的に回復し、義足を履いて訓練飛行を再開したが、医療上の判断により退役を余儀なくされた。1939年、 第二次世界大戦の勃発と共に軍に呼び戻され、現場復帰を果たした。1940年のダンケルクの戦いにおいて、初戦火を挙げ、バトル・オブ・ブリテンにも参加した。1941年8月、フランスでの作戦中に撃墜され、ドイツ軍の捕虜となった。交流中、ドイツのエースパイロットであるアドルフ・ガーランドと進行を結んだ。 何度か脱出を試みたがすべて失敗。最終的に、ザックセン州ライプツィヒ軍のコレディッツ城に送られ、1945年4月にアメリカ陸軍第一軍によって解放された。1946年2月、イギリス軍を退役。戦後は、石油元売りで働く傍ら、趣味でパイロットを続けた。また自分と同じように障害を持つ人々への支援活動を行った。 1950年代には、バーダーたち戦闘機パイロットの活躍を描いた、映画リーチ・フォー・ザ・スカイが公開された。1976年、障害者支援の功績が称えられ、勲章が授与された。1979年、健康外資パイロットを辞めた。3年後の1982年9月5日、心臓発作により死去。去年72、ありがとうございます。